富山シアター大都会は、かつて、富山県富山市い野に所在した、シネマコンプレックス。ゴスクリーンを有する映画館であった。1996年6月に、富山県内で2番目、富山市内では、初のシネマコンプレックス、シアターワールド大都会として開館。運営会社は、富山市に本社を置くアミューズメント企業、新興商事。 同社が以前より営業していたパチンコ店、パチンコ大都会に隣接する形で建設された。開業当初は2スクリーンでスタートしたが、翌1997年には3スクリーンとなり、さらに2001年に2スクリーン増設された。同時期に、富山市外では、従来型映画館の閉館が相次ぎ、2001年には、 東方直営館の富山スカラ座の経営を新興商事が引き継ぎ富山ニュースカラ座として再オープン。同社はしばらくの間形態の異なる二つの映画館を抱える状態にあった。しかし前後して東方シネマズが府中町高岡市にシネコンをオープンさせたこともあり、従来館を取り巻く環境はさらに悪化。ニュースカラ座は2006年に閉館となった。 コミュニティシネマのフォルツアソークルワを除けば2007年には富山県内から成人向け専門館を含むすべての従来館が消滅している。この前後に大都会が現在の名称に解消。なお、富山市街では2016年に新たにシネマコンプレックス JMAX シアターと山がオープンしている。2010年6月19日に 富山のシネマコンプレックスとしては最後の 3D 対応を行ってリニューアルオープン。この日には 3D 映画、アバターの無料上映を行った。またデジタルシネマの普及に伴い2012年6月22日からは全スクリーンがフィルム上映からデジタル上映へと移行した。2017年8月21日、進行障事の経営悪化に伴い従業員を 全員解雇。パチンコ大都会と共に臨時休業となった。その後パチンコ大都会は再開され、2018年9月上旬まで営業していたが、シアター大都会は再開目指すも叶うことなく、同年9月11日にパチンコ店映画館を運営する新興商事と関連一社が破産手続きを開始し経営破綻した。AB 富山シアター大都会。 港町キネマ通り。2016年10月15日閲覧。後地は、立川志之助主催の予選演芸場、てるてる亭となっている。イベント発表。富山シアター大都会スタッフブログ。2013年3月6日閲覧。ホットニュース。富山県内の4映画館デジタル化。富山新聞。 http://www.toyama.hokkoku.co.jp:/subpa.ge/.th20120803411.htm2013 年3月6日閲覧。全従業員に解雇通告シアター、大都会事業停止、富山チューリップテレビ2017年8月25日閲覧。<スワン> <Oliver> 大都会破産申し立て関連2社負債総額8億5400万円。北日本新聞2018年9月13日34面。ありがとうございます。